こんにちは、オモです。今回はポジション追加をさせる気のない通常選手求めを見ていきましょう。はい、ポジション追加をしたことがある皆さんなら、狙いのポジションがなかなか出ず、イライラしたという経験が一度はあるはずです。はい、ですが、それはイラつくには早すぎたかもしれません。一般的に狙いが出にくいとされている中盤の選手は5個前後の中からポジション追加されます。しかし、5個よりもはるかに多い獲得可能ポジションを持つ選手が存在します。この動画では獲得可能ポジションを11個以上持つ通常選手を紹介していきます。はい、そして今日見ていく選手を知れば、これからのポジション追加が少し楽になるはずです。それでは見ていきましょう。はい、オミド・アリシャク選手。はい、キーパーとセンターバック以外が対象になっています。はい、まあ、能力は普通の星2ですね。はい、ティモシー・ビア選手。はい、この選手もキーパーとセンターバック以外が対象になっています。まあ、ビア選手はウイングに行くと総合値90になるので、まあ、ウイングでも強そうです。はい、次はリカルド・ルイス選手。この選手も同じくキーパーとセンターバック以外が対象になっています。はい、アロン・デネム選手。はい、こちらもセンターバックとキーパー以外が対象になっています。スピードが90、瞬発力が極端に低いという、なかなか珍しい選手ですね。はい、瀬川選手。こちらも同じくキーパーとセンターバック以外が対象ポジションになっています。はい、山下選手。こちらも同じくセンターバックとキーパー以外ですね。はい、モハメド・エル・ユヌシ選手。こちらも同じくキーパーとセンターバック以外が対象になっています。はい、ダルコ・ラズビッチ選手。同じくキーパーとセンターバック以外です。秋元選手の ACL バージョン。同じくセンターバックとキーパー以外。はい、マティアス・ペレイラ・ラジェ選手。同じくセンターバックとキーパー以外です。はい、関根選手の G リーグバージョン。同じくキーパーとセンターバック以外が対象になっています。はい、田中選手。こちらも同じくセンターバックとキーパー以外です。はい、イヴァン・カレロ選手。はい、キーパーとセンターフォード以外対象になっています。はい、マウロ・ジュニオール選手。こちらも同じくキーパーとセンターバック以外です。はい、バキド・アメリ選手。キーパーと右サイドバック以外対象になっています。はい、ビトル・ゴメス選手。ゴメス選手はキーパー以外対象になっています。はい、カル・ネイ・スミス選手。この選手もキーパー以外対象になっています。はい、今回はポジション追加をさせる気のない通常選手求めを見ていきました。今使える選手はほとんどいませんでしたが、気になる選手がいれば獲得してみてください。以上であります。バイバイ。